はい、ということでね、マガジンとツールで楽しくアウトドア体験、エンジョイアウトドア第4号ね、はい、2022年7月13号ということですね。はい、やってまいりました。ゲットしました、今月も。はいね、アルコールを使おう、ストーブを使ってみようということでね。はい、早速オープンしていきたいと思います。はい。いやー、もうね、毎月毎月ね、楽しみですね。はい、来ました。はい、これだけ入ってます。この段ボールなんかね。はい、これでございます。アルコールね。ね、アルコールストーブでございますよね。はい、ということで、こんな感じになっております。真鍮製かな？これね、これ、パタってね。これでこう、蓋が開くような感じになってますけどもね。これをパカって開けましてですね。ここの中にですね、アルコールを入れていきます。ね、アルコールを入れていって、これは、メタノールとか、エタノールとか入れていくんですけどね。これ用の燃料はね、ホームセンターとか、まあ、いろんなね、ネットショップでも売ってるんでね、それを入れて、ね、こう、アルコールストーブなんで、こう、決まったやつを入れなきゃ危ない。で、まあ、これをこうしてね、これを、かぶけるんですけど、ぼーっと、このちっちゃい穴からね、ぼーっと出てね、これでちょっと火力を調整していくって感じですね。あ、で、それで熱いんで、必ずね、ね、革の手袋とかもして、こうやってくださいね、という感じでございますね。はい。で、これを、蓋をするんで、あ、おわ、落ちた、落ちた。蓋をね、ここするんですけども、こうね、するときにね、ちょうどこのパッキンがあって、こう、閉まるようにはなってるんですけどもね、必ずもね、燃料は使い切るか、もう残った燃料は必ずね、この容器の方に入れてくださいね、ということでございます。はい。いやー、私実はね、アルコールストーブ一つ持ってるんですよ。トランギアっていうメーカーさんのやつをね、買いまして、20年ぐらい前にね、買ったものがあるんですけどもね、なんと、ほとんど使ってない。やっぱりいつも使ってるね、よく車中泊とか、キャンプで使ってるやっぱりね、外さんのね、このスマホぐらいの大きさの、ね、ストーブをずっと使ってますんですけどね、CB 缶でね、カセットを、ボンベですごくね、もう、どこにでもね、売ってるんで、本当ソウさんの、ガスボンベがいいんですけども、まあ、それをずっと愛用してました。あんまりこれ、ね、使ってなかったの、今回またね、こうね、せっかくね、こう、またゲットしたんで、ね、まだ使っていきたいと思います。ということで、いやー、皆さんどうでしょうか？アウトドア、エンジョイアウトドア。てか、これ見て、これ、ほら、ね、もうね、なんかほら、定期購読面白い全員プレゼント、これ余ってんの、これ。私最初さ、なんか、5月の末かなんかに応募しないともう、締め切っちゃうよと思って、慌てて定期購読したんだけど、余ってんのこれてか予想よりも集まんなかったかな、ちょっとね、私なりに考える。やっぱりね、今ね、ちょっと、まあ、ちょっとクオリティとかそういうね、あれは違うんですけども、やっぱりこう、アルコールストーブでも、これやっぱりね、こういうのでも、100円ショップさんで300円ぐらいで売ってるんですよね。で、これがですね、1999円かな？うん、となるとですね、やはり、なんだろう、このグッズだけ欲しいとはね、100均でいいんじゃないみたいな感じになっちゃって、ね、1990円と、ね、やっぱ、まあ、他のメーカーさんもあるんですよ。まあ、それぞれのレベルがあるんですけどもね、で、毎回、例えばね、この、来月は、このね、耐熱グローブと、これ、皮膚規模っていうね、これでもやっぱり500円、600円で売ってるわけですよね。皮膚規模100円なんかで、まあ、650円、700円までで買える。800円ぐらいでお釣り来る。1999円で、ね、この物だけ見ても、この内容のこれね、このいろんなね、このね、マガジンと粒で楽しくアウトドア体験ということなんでね。やはりですね、ここら辺はね。私は買い続けます。お小遣いが続く限り。やばい、これ毎月、こう、まあ、各週なんで、週に、2週間に一遍来るわけですよね。うん。で、まあ、それによって、まあ、本屋さんに行く、まあ、本屋さん好きなんでね、よく本屋さん行くんですもん。本屋さんに足運んで、他のやっぱりね、その、アウトドアのね、本を買ったりですね。まあ、それだけじゃなくて、いろんな本を見たりですね、雑誌を見たり、写真集を見たりね、立ち読みですけども、したりなんかするのも一つの大きなね、楽しみになるので、私はね、こう、まあ、足芸に通うタイプなんでね、というわけでね、燃料はメタノールとエタノールって書いてますね、やっぱり、うん。
やはりですね、これ本当でもね、アルコールなんで火を使うんでね、ちょっとね、気をつけていただきたいなと思います。いやー、皆さん、どうでしょうか。まだ4号、まだ店頭にならない。これいつ、何号かぐらいからね、店頭に並ばなくなるじゃないですか。ね。うん。だからね、本当にこうね、で、一つ一つね、こう、なんだ、こう、結構いろんなアイテムがどんどん出てくるのでね、結構ね、キャンプ初めての方とかね、お近くに、キャンプをしてる方がいない方は、やっぱりね、これを買ってね、一つ一つ、勉強じゃないけど、体験を積んでいけばいいのかなと思いますね。まあ、これだけではまだね、このね、ちっちゃい最初、ストーブでしたよね。うん、ウッドストーブ。そしてですね、メスティ。ね。そしてアルコール。それでナイフと4アイテムになってるんですけど、まあ、アルコール入れて、組んで、まあ、沸かしてみたいな感じで、おそらく、お米ぐらいは炊きます。アルコールを買わなきゃいけないですけど。まあ、で、私は、どっちかで本当にいつも言う通りね、CB 缶ね、外のバーってやるやつか、固形燃料をよく使うんで、アルコールちょっとね、遠のいてたんですけど、今度やっぱりね、このアルコール燃料をね、ちょっとね、使ってみようかなと思ってる今日この頃になりましたね。次のキャンプぐらいからはちょっとね、ひょっとしたら登場するかもしれないし、登場しないかもわかんないし、するかもしれないし、しないかもしれない。去年徒歩キャンプを目指してね、車で行くときはいろんなもの積めるじゃないですか。でもオートキャンプ場って言って、テントを張る横に車をこう横付けできるときは、いっぱい荷物があってもいいですけど、駐車場からちょっと離れた。ねえ。ちょっと私の場合はシャンブロでしょシャンブロ正上なんで、シャンブロキャンパーなんでね。シャンブロとしてやっぱりね、ちょっと距離行くのね、ちょっと辛いんですよね。いやーね、本当に、もうシャンブロ的にはまあこういう感じで、あんまりアイテムを増やさないようにはしてるんですけども、でもね、最初ね、もう100キロ以上あったんですよ、キャンプ道具が。それが今ね、だいたいね、50キロぐらいになってるんでね、もうちょっと、やっぱり25キロ。ぐらいにしなきゃ、食べ物、飲み物別にね。飲み物を食べ物だけで20キロ持つんで。120キロ持ってたんでね、さすがにね、左膝が痛くなって、杖もね、すごい減るのよ。杖の先っぽが。気をつけなきゃいけない。全然違う話になってる。すいません。それでね、エンジョイアウトドアどうでしょうか。押すな。決してね、このアセットダバンさんの回し物ではありませんけどもね。やっぱ楽しそうにしてるじゃないですか、このお兄さんね、この、容姿のお兄さん、これね。今月は、キャンプや山歩きなどで大活がアルコールストーブということでね。なるほど。で、来月号はこのね、耐熱グローブと皮膚を。やっぱりね、これ大事ですね。で、その次はですね、ファイヤーコードとパラコードっていうことね、ファイヤースターターとパラコード。ね、結構ね、火をつけていくアイテムも出てくる。こうね、まあ、毎月徐々にね、あれじゃないですか、充実してくるんじゃないかと思います。まあ、書店で買ってる人はね、なかなかそのね、このアイテムが届かないんですよね。うん。で、宅配の方はもうすぐね、ほら、お申し込み後、社会発送にね、お申し込み2回目にこれが出て、くるんでね、このカバンさえはこの中にどんどんアイテムを詰め込んでいけばいいっていう感じなんでね。とてもね、こじんまりとしていい感じ、こじんまりしか、だんだんアイテムが増えていくんで、まあ、そのうちパンパンになっていくのかな。100号ぐらいまであるんで、まだ96号楽しみにしたいと思うんで、皆さんね、よろしければ、ね、どうでしょうか。おじさんも買ってます。週に2回ネタがあります。ね、YouTuber の皆さん、ネタ困るでしょ、ね、私と一緒にこうやって定期購読してあげてみませんか。もう自分がしてることすぐね、こうね、こう進めちゃってね、もう家族からとか嫁から怒られず、あんたすぐ自分がいいなって押し付けるような感じで、こう、どんどん進めていくから、それちょっと、やめた方がいいんじゃないの、あなたみたいな。昔から悪い癖だよね。自分がやってうまいことだったらみんなやれって言うんで。楽しみは分かち合おう、ということで。
発売されたまたアップしたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。